こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。今日も武器について学ぶとするか。今日はどんな武器を紹介しようか悩んだのですが、気球にしました。気球ですと、ここ最近、ハンドガンとかライフルばっかり調べてて、ちょっと疲れてきました。たまには、他の武器を調べてみたいなと思ったのです。それで気球に行き着いたのか。最新兵器の見本市とも言われたアメリカ南北戦争なら何か面白い武器があるだろうと思ったのです。そうしたら気球があったので、これは面白そうだと思って調べてみました。なるほど、そういうことなんだ。今日はアメリカ南北戦争で使われた気球兵器について解説していきます。気球ってことは空中爆撃機ですか？そんなチートみたいな兵器が南北戦争に？風船爆弾みたいなやつですか？いいえ、攻撃力のある兵器ではありません。偵察が目的なので、敵の配置を調べたりするのに使用されたのです。そういうことか。軍事的に使用された気球は南北戦争が初めてではありません。しかし、戦争に気球を使用して、初めて効果を発揮して成功したのが南北戦争です。効果を発揮したんだ。てっきり私は、すぐに墜落して燃えたとか、そういうオチなのかと思ってた。でも、19世紀の時代に気球なんて飛んでいたんだ。19世紀半ばには、大西洋横断を目指そうとするくらいに気球は発達していました。ただ、気球そのもので言えば、紀元前からあったと言われていますね。紀元前だって、それはいくらなんでも古すぎる。三国志で有名な諸葛孔明が使ったと言われています。気球というよりは、提灯みたいなもので、それを飛ばして、狼煙のように使ったらしいです。なるほど、提灯か。モンゴル帝国の時代でも、提灯を飛ばしていたと言います。初めて人が乗った気球は、18世紀の半ばにフランスで実験して成功しています。その後、フランス革命の戦いの中で、気球を軍事的に利用しようとしました。これが、世界初の軍事用の気球ですね。フランス革命って18世紀の終わりくらいでしょ？そんな時代に空を飛ぶ兵器だなんて。フランス革命中に何度か使用されたようです。でも、目立った成果はなく、あまりうまくいかなかったようですね。銃弾一発で穴が開いて飛んでいきそうだもんな。アメリカ南北戦争では、北軍も南軍も気球を利用しましたが、特に北軍で活躍しました。その活躍について見ていきましょう。北軍で活躍したってことは、南軍ではほとんど使ってなかったってことなの？南軍は、お金も物資も少なく、気球を運用することがほとんどできませんでした。そういうことか。北軍で気球部隊を編成しようと考えたのは、リンカーン大統領です。大統領自らの発案ですか？そうよ。リンカーンは北軍のボスですね。このリンカーンという人、なかなか兵器や軍事的なことについて、先見の明があるという気がします。そうなの？先見の明というか、新しいもの好きというか、当時、登場したばかりのスペンサーライフルやシャープスライフル、ガトリングガンなど、発明されて間もない新兵器の導入を次々に決定した人物でもあります。1860年代、連射兵器に対しては、周囲の理解も低く、反対する将校も多かったのです。なるほど、そういうことか。リンカーンは、気球を使った新しい戦術に興味を持っていました。とは言っても、具体的なアイデアがあったわけではありません。具体的ではないってことは、とりあえず気球使いてえ、みたいなノリですか？おそらく、偵察や爆弾を落としたり、空から銃撃したり、などのアイデアはあったと思います。しかし、気球に関しては、軍部といえど、素人の集団でした。ですので、専門家を雇うことにしたのです。プロを雇うことにしたのか。っていうか、その時代に、気球のプロフェッショナルとかいたんですか？気球乗りという人たちがいました。発明家だったり科学者だったり、あるいはショーマン、パフォーマンスの気球乗りもいました。そうだったのか。気球愛好家が各地にいて、日々研究をしていたのよ。彼らの中では、気球による大西洋横断というのが、一つの大きな目標でもありました。へえ、思った以上に乗ってる人たちは多かったんだね。リンカーンが気球部隊の編成を決めると、アメリカ各地から気球乗りたちが集まりました。日々の研究と訓練の成果を見せてやろうじゃないかと集まったのです。その中で、タデウス・ローというベテランの気球乗りが現れます。タデウス・ロー、そんなにベテランの気球乗りなの？タテウス・ローは優れた気球乗りでした。そして、非常に著名な発明家でもあります。戦後には、製氷機を発明して莫大な資産を築き上げました。アメリカの歴代の発明家の中でもトップクラスの発明家です。そんなにすごい発明家なのか。1861年6月、ローは自前の気球エンタープライズを持ってきて、ホワイトハウス近くで気球のデモンストレーションを行いました。そこで、上空150メートルの高さからの電信に成功しました。これは世界で初めて成功した空中から地上への電信でした。ハイテクすぎない。電信は19世紀の半ば頃から戦争に使用され始めます。特に南北戦争でその効果を発揮し、北軍の勝利に大きく貢献しました。なるほど、さすが最新兵器の見本市と言われる戦いだけあって、ハイテクなんだね。もともと、ローという人は腕の良い気球乗りとして評判の人物でした。デモンストレーションを見たリンカーンは、ローを気球部隊のリーダーに任命したのです。しかし、気球部隊はあくまで民間人の協力者であり、軍人ではありませんでした。そういう扱いだったんだ。そうです。非常に高い給料と軍資金の提供、かなりの好待遇で気球部隊に迎えられることになりました。しかし、これは後に火種となります。ふわぁ、金のトラブルの匂いがするぞ。気球部隊のリーダーに任命されたローは、気球の製造に取り掛かります。合計で7機の気球を作りました。小型の気球3機と大型の気球4機です。ふむふむ。ローの気球仲間もメンバーとして招集しました。全員が大西洋横断を夢とするライバル同士です。同じロマンを持っている仲間たちか。しかし一方で、ローに敵対して食ってかかる連中もいました。ラマウンテンとワイズという人です。この人たちも気球乗りとして実力者ですが、特にラマウンテンという人は、ローと因縁があって仲が悪かったのです。過去に何かあったの？昔、一緒に気球の研究をしていたんですが、失敗して仲違いしてしまいました。それ以来、犬猿の仲です。ローが気球部隊のリーダーになったことが気に食わなかったのです。これは厄介だな。ともかく、アメリカ中の一流の気球乗りが集まり、気球部隊は実戦に配備されます。気球と地上との交信には、手旗信号、メガホン、電信がありました。空から大声で叫んでいたのか。でも、気球で電信って言っても、さすがに無線じゃないよね。上まで飛びすぎたら、線が地面まで届くのかな？有線ですが、長いワイヤーがあるので、地面まで十分に届きます。そもそも上空まで行ったら、電信を使う以外に、地上と通信する方法がないのです。低い位置なら、手旗信号やメガホンで叫んでもわかりますが、何百メートルも上にいたら、声も聞こえないし、見えないですね。確かに。下から見えなくて、何やってんのあいつ、ってなるよね。気球部隊が行う偵察行為には、2種類の方法があります。フリー飛行と制限飛行です。フリー飛行は言葉通り、自由に飛び回って偵察する方法ですが、制限飛行は、空と地上で繋がっており、あらかじめ決めた距離や時間で戻ってくる方法ですね。そうなんだ。全部フリーでいいじゃんって思うけど。それだと困る場合があるんです。フリー飛行は、どこに飛んでいくかわからないというリスクを持っています。いかに気球の操作がうまくても、風の影響もありますし、着陸が難しい場合もあります。実際、ローは敵軍の背後に着陸してしまい、捕まってしまったということが起こりました。なんということだ。フリー飛行で墜落して、気球を露獲されたり、電信を敵に利用されたり、という恐れもありますね。なるほど、それは確かに危険だ。そういう意味で、あっちこっちに自由に飛んでいくよりは、浮上と下降を繰り返し、すぐに情報を伝え合う。その方が、情報の伝達も早く、リアルタイムの情報を伝えやすかったのです。そういうことか。気球による偵察を行うことで、地上からは見えない敵を発見して、地上の部隊に伝えることができました。このやり方は効果を発揮して、北軍の勝利に貢献したのです。空からの偵察はかなり有利だな。また、空から大砲の射撃の観測をしました。空から見て、大砲の角度と距離を旗で伝え、敵陣に効率よく射撃できたのです。これが弾着観測の先駆けですね。これはかなり高度な戦術。気球を使うなんて、チートではないですか？しかし、この気球戦術、問題もたくさんありました。風で飛ばされてしまうこと。操作ミスや自分の位置を見失って、着陸場所を間違えてしまう。ふむふむ、それは普通に考えられるね。また、常に銃撃の危険にさらされていました。うかつに高度を下げると撃たれてしまうので、安全を確認した上で加工する必要があります。ミニ永住の餌食になってしまうよ。それから、燃料と運搬の問題です。気球部隊の基地があり、そこで膨らませてから運んでいくという手段を取ります。現場で膨らませるんじゃないのか？当時はまだ、現場でガスを注入できる技術がありませんでした。ガスを入れた状態で運ぶしかなかったのです。そうなのか、これは大変だ。膨らんだ気球を蒸気船に乗せて運搬しました。これが世界で初めての航空母艦だとアメリカでは主張されています。なるほど、確かにこれは航空母艦といえば航空母艦だ。ルーは現場で気球を膨らませる必要があると感じていました。そこでガス発生装置を作ります。これをそれぞれの気球に2台ずつ搭載して現場でもガスを注入できるようにしました。やべえ、すごい新発明だ。とは言っても、気球を膨らませるのには時間がかかります。戦いの現場で急に飛ばそうと思っても、ガスの注入には何時間もかかることがあったのです。また、燃料がなくなってしまえば、何の役にも立たない布切れになってしまいますね。布団にするか、汗を拭くか、燃やして暖を取るしかないというのか。ローの起点によって、現場でガスの注入も可能になり、最初よりは使いやすくなりました。また、通常は膨らませるのに時間がかかりますが、ルーは戦場で離れ技をやってのけた場面もあります。離れ技？ 1862 年5月、セブンパインズの戦いというのがありました。この時、ルーは夜間の底を抜いて、それをバルブの代わりとし、別の気球から別の気球にガスを送るという緊急措置を行いました。通常、1時間かかる気球の浮上を15分で終わらせて情報収集し、味方の窮地を救ったのです。これは、軍部で非常に評価されました。これは想像以上に大活躍じゃないですか。というか、ローって人がとても優秀だね。かなり優秀な人だと思います。ルーは、単に気球を飛ばすだけでなく、戦場でどう使えば効果的か、ということをよく考えていました。しかし、ローには頭を抱える問題もありました。それが人間関係です。さっき言ってたあれか。アンチの部下たちか。ローに対して批判的な、ウェイズとラマウンテンの2人です。ウェイズという人は、気球を墜落させて早々に軍隊から去りましたが、ラマウンテンという人との関係が険悪でした。ことあるごとに噛みついてきて、全く折り合いがつきませんでした。めんどくせえな。ラマウンテンは、ローと真逆の立場と行動をとりました。真逆の行動を選択して成果を出せば、ローのやってることが間違いだと証明できるからです。これは、戦術的に効果があるかないかではなく、ローを追い出すための目的で選択した行動です。ラマウンテンは、ローをリーダーから引きずり下ろすのが目的だったのです。これはかなりめんどくさいやつじゃないですか。というか、戦術的に効果がないことをやっても、成果なんて出るのかな？でもね、気球の可能性は未知数だったので、何が効果的かっていうこともあまり分かっていませんでした。ルーは、フリー飛行は禁止して、制限飛行だけで偵察を行うべきだという姿勢でした。一方、ラマウンテンはフリー飛行にすべきだと対立したのです。後からわかることですが、制限飛行の方が戦術的には効果があったということになります。ラマウンテンは、フリー飛行で成果を示そうとしたってことか。ラマウンテンは、あまり成果を上げることができませんでしたが、成果を上げたこともあります。フリー飛行で偵察し、多くの情報を持ち帰りました。おう、そうなんだね。でも、陣地に戻ってきた時に仲間だと認識されず、撃ち落とされて墜落します。マジか。それはちょっとかわいそうだね。この問題で、ローとラマウンテンは揉めるんですが、ローの意見が軍部に認められ、ラマウンテンは軍を去ります。人を統率して管理するのは大変な仕事なんだ。気球部隊は、軍の司令官や上層部には高く評価されていました。しかし、下っ端の兵士たちからは、ピエロのように扱われていました。成果を出したのに、笑い物にされていたのか。理解が得られなかったのでしょう。そういうこともあってか、1863年に気球部隊の所属が変わると、不当な扱いを受けるようになります。所属部隊の隊長、コムストックが、ローの給料が高すぎることに不満を持ちました。大尉であった自分よりも給料が高かったからです。最初に言ってた火種に火がついてしまったんだね。これで、ローの給料は3分の1以下に下げられてしまいます。不満を持ったローが文句を言いますが、意見は通らず、ローは軍を去ることになったのです。結局、軍を辞めてしまったんだ。ローのいなくなった気球部隊は存続しますが、ローほど効果的に気球は運用することができず、1863年8月に解散となりました。人間関係のもつれから気球は使われなくなったんだね。能力の高い人がいるかどうかで、効果が大きく左右されてしまいます。天候にも大きく影響を受けるので、気球を効果的に使うのは難しかったと思います。ローはその後、戦争での経験から、イギリスやブラジルなど、外国からスカウトが殺到しました。おう、南北戦争での成果を聞きつけたのか。でも、ローは軍隊と戦争に嫌気がさしていたので、アドバイスだけに留めて、軍に参加することは二度とありませんでした。その後は、自分の発明に邁進していくという人生をたどります。なるほど。余談ですが、南北戦争の時、ドイツのフェルディナント・セッペリンという人が、北軍の公式オブザーバーに入っていました。セッペリン。世界で初めて飛行船を発明した人ですね。ドイツの空母、グラーフ・セッペリンの名前でも知られている有名な人です。セッペリンはオブザーバーなので、戦争に参加する人ではありませんが、気球に興味を持って、ローと面会しました。それが縁で、セッペリンは生まれて初めて気球に乗ることになります。気球に感動したセッペリンは、航空学に興味を持ち、後に飛行船を発明することになるのです。ということは、この南北戦争によって、気球が飛行船に進化する種がまかれていたんだね。そういうことね。何がきっかけで、人生や歴史を変えるような出来事が起こるか、わかりませんね。武器屋のお姉さん。というわけで、初めて軍事的に成功した気球についての解説でした。久しぶりに、銃以外の調べ物ができて楽しかったわ。そうだね。私も、いつもと違うリアクションができてよかったよ。いつもどんなリアクションをすればいいかいろいろ悩むからね。この動画でのゆうちゃんの仕事はリアクションだからね。まったくだよ。勇者なんかやってる場合じゃねえんだよ。強さよりもリアクションを磨かないとな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。